こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。私がオーストラリアアマゾンマニュアルを作った理由。私がサポートした何十人もの会員さんがアマゾン室で本業を超える収入を得ています。私は月30万円儲けるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから12年間サポートを続けることができています。出版もしました。2010年に輸入ノウハウの本、2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。およそ30回も転職を重ねた飽きっぽかった私が、なぜ12年以上も転売サポートを続けているのか。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に。みんなの笑顔を。そんな大それたことは考えません。何人かの人が私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに何十人かは社畜から脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて、私も暮らしていけるなら続ける意味がある。そんなわけで、私は12年以上転売ビジネスを教え続けています。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば、どこでも暮らせます。私も好きな場所で暮らせて感謝されるなんて最高の仕事を見つけたと感謝の日々です。Amazon に出会えて感謝。通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかります。私も3年がかりで無駄金を使い回り道をして妻の嫌味に耐えながら3年かけて稼げるようになりました。ところが Amazon を使えばわずか半年で結果が出ます。何しろやることはシンプル。買い物した商品を高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。度を越した低賃金の日本。世界幸福度ランキング。日本は58位というね、先進国中最下位に近い、順位です。日本では普通の人が幸せに暮らすことは年々難しくなっています。原因は一言で言うと低賃金です。みんなの所得が低すぎてギスギスした暮らしにくい国になっています。しかし輸出ビジネスをやろうとする私たちには追い風。なぜかというと低賃金のおかげで30年間物価も変わらず安いまま。そのため日本にあるものは輸出をすれば何倍もの価格で売れるものだらけです。日本で稼ごうと思えば日本は地獄。しかし、輸出する商品を仕入れる場所として考えると、日本は天国です。自力で稼ぐ方法を身につける、私自身が欲しかった副業サービス。私が作ったサービスは、副業でパソコンを使って稼ぎたい。でも何をすれば稼げるのかわからない。そんな昔の私が欲しかった副業サポートサービスです。会社勤めを何年続けても、自分で稼ぐスキルは身につきません。輸出ビジネスに出会って自力で稼げるようになって私は自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせずに最短距離で稼いでほしい。あなたは最短距離で輸出ビジネスを身につけられる。私はあなたにサポートをして喜ばれ好きな場所で暮らせる。こんな素晴らしい仕事はないなと感謝の日々です。そんな思いで輸出サポートを提供しています。日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネス。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、12年間、物販サポートを続けることができています。これから初心者が副業を始めるなら、オーストラリアアマゾン室が一番です。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン室マニュアル募集ページを見てください。なお今 YouTube 動画でこの動画を見ている方は動画のこの部分はクリックできませんので動画の説明欄にある URL をクリックして募集ページを見てください。Amazon サポーター、森秀夫でした。